さんそろそろあのもう参加者も参加されているので、時間になったので始めたいと思います。はい、わかりました。よろしくお願いいたします。はい、そうそう、よろしくお願いします。はいえー、皆さん、今日は、えー、こんばんは。あの私、m b l o u n g の川地と申します。はいえー、休日の、ね、週末の夜にもかかわらずですね、ご参加いただきましてありがとうございました。今回も多くの方に、ね、参加させていただいているということでね。えー えー、休日の中ありがとうございます今回ですね、えー、このタイトルにもあります通り、えー、新春とグローバルオンライン MBA ということでですね、あのハルトの MBA プログラムとあのオンラインのプログラムっていうところはね、まあまあ、非常にこういろんなところで、ねえー、評判も聞いているかと思います。その中で今回アップデート、主に3つありますので、ここら辺を アップデートのお話をしながら、ハルトの,のオンライン m v ーについて、えー、詳細説明ということで、えー、今回ですね、ハルトの,の岩田さんをお招きして、ですね、えー、その辺お話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はいえー、岩田さん、今日はあはお忙しいところ、ありがとうございいままししたたたお時間をだきありがとうございました。 ええー、こちらこそ、あの、お休みのところ、お時間いただきありがとうございます。あの、はい、つい、あれですかね、3、えっ、ー、と、今年にないた、ないとから、あの、アップデートは、実は、こうやってベビナーなし,してると思うんです。あの、今回は、あの、主に3つ。特に今年の秋入学の方向けのアップデートが、ちょっと、あの、お伝えしたいと思って、お時間いただいておりますと。はい。ということで、早速ですが、今日のトピックは、えー、まずは、そうですねえっ、ー、と、新 ONB の、えー、アップデート。主には、えっ、ー、と、昭和金ですとか、あとは、今後のイベント。 スケジュールあとは、えー、実際の在校生ストスで出て構分、そういった方のプロフィールの紹介も、えー、したいと思っておりますと。で皆さん、あのこれひもう、いろいろと言った方で、ちょっとチャットに入手なんですけど、何でも質問があれば、もうあの、最後にちょっと疑応答の時間を私とカジさんにも置いてるんですけども、まあの思いついたらすぐに、えー、チャットいただければあの、まとめてお答えできるので、うんあの、どんどん質問いただければと思いますと。で、まず私こそ30分ほどあの質問、えーと、説明。 させてていいただいてその後、皆さんの授業等のお時間をフリーで取りたいと思っております。はい。ということで、まず早速ですが、えー、まずは、えー、ハルトのオンラインエンビについてなんですが、えー、これは皆さんご存知の通り、2020年あの、コロナが起こってあの、ニーズが増えたので、じゃあオンラインのエンビをスタート。ということで、この2年間ですね、えー、試行錯誤してきましたと。例えば、いろんな名前変えたりとか、もともとバーチャルパートィーエンビアとかだったんですけども、それがフレックスエンビとかになって、ライブエンビとかになって、今は、 えー、このグローバルオンラインエビューといのに、まあ、いわゆる進化をしましたとで。進化というのは、いろんな世界中の方のニーズ。ちょっとこれ、こうしかいいんじゃないとか。ちょっと今までも目標があったけど、目標はちょっと厳しいから、金曜だけでもいいんじゃないとか、そういったあのニーズを組み込んで、今年から、えー、新しく、イントロデューシング、グローバルオンラインエビューというのを新しく、今年の4月からですね、スタートしていますと。なので、早速も今年の4月にもスタートした方もたくさん出ていると。 そのあの方のプロフィールも後で簡単に紹介しようと思っております。その前にですね、えー、今年、主にランキングが3つ新しいのが入ってきていて、まずは、えー、今年の4月ですかね、この CEO マガジンあの、いわゆる各会社の CEO の方にアンケートって、どういった学校がどういった CEO 出てるかとかそういったランキングを毎年しているところがあって、そこが、なんとハルトのグローバルオンライン米が、えー、全体4位と、世界中のオンラインのベイの中でも4位。 にランクしているとつまり世界中の CEO。いわゆる世界中のグローバー企業のトップの CEO が認めている、えー、ランキング4位になっていますし、あとは、えー、と3月には QS。大学ランキングも実は初ランクインしておりまして、38位と。打明け見ると、えー、クラスプロファイル。これも後で紹介しようと思いますけど、実際のやっている方のプロフィールが14位。エクスペリエンスも24位と。全体で38位。 で、ハルトはオンライン MBA を始めたばかりなんですよ。そういった中でもこういって、ランキングは、えー、初ランクインを果たしていると。なので、今後も非常に楽しみなランキングになっている。さらに、先月ですね、5月4日は、えー、フォーチュン社、皆さんあのフォーチュン500、世界代表する企業があ,あると思う、ご存知と思いますがそ。そういったフォーチュンが出しているベストオンライン MBA プログラムというのがこれも初ランクインして39位と。なので、この実はオンラインのプログラムも非常に楽しみになっている、えー、プログラムになっていると。 それのみならずですね、えー、ハルトは、これは皆さんお持ちだったんですけども、2018年、5年前ですね、に、えー、アメリカで史上初のトリプルクラウンというのを、えー、達成したと。まあ、これはあの具体的に何かというと、例えば a a c b とか ANBA とか EQS、e まあ、例えばその学校の国際性、実践性とかクラスの質とか、そういったのをどんどん評価して、えー、いわゆる格付けをする、そういった機関があると。でそれになんとハルトはすべて達成したアメリカで史上初のビジネスクール、 ということで、もちろんこのオンライン m b ビでも、こういった、いわゆる、えー、評価基準に即したエ b ビが取れると。いうので、まあこれキャンパスでも同じですが、オンラインでもこのトリプルカウンに即したエ b ビが取れますと。で、これはおそらくこのハルトの成長を一番体験しているところで、あのアメリカで、これはあの世界でも1%しかないんですが、アメリカと,と CO 発のこのビジネスするーうになっていると。先ほど申し上げた、え CBA は実践性。 NBA はその生徒の質。EQS は国際性。それをすべて、えー、達成した。アメリカで史上初のビジネススクールで。具体的に中身を見ると、まあ、ハートの NBA はそもそも、えー、20年前にできたんですけども、えー、このフルタイムの1年生の NBA がメインだと。一番左ですね。で、もしくはあのパートタイムでエグゼクティ・ NBA、つまりキャンパスに行って2年間やってくださいというのがあったんですが、なんと、えー、グローバルオン,オンライン BA というのも、えー、サードしたと。 でこれは見る通り、パートタイムなんですが、えー、同じ2年間。ただキャンパスじゃなくて、あのオンラインでやりますと。ということで、この3つですね。フルタイム、パートタイムキャンパス、パートタイムオンライン。これがハルトの NBA。えー、なんですが、えー、まずは、キャンパス見ると、もちろん、ハルト世界中にキャンパスがあって、アメリカのメラス、イギリス、えー、ドバイとかなんですが、このパートタイム NBA の場合は、えー、ドバイかロンドンにいる,いる方がいて、つまり、今日本にいる方はこれできないので日本の方はこのフルタイムで行くか、もしくはオンラインでやるか。 で、オンラインの場合は3つ時間帯があって、ボストン、ドバイ、ロンドンで選べると。で基本的にうんと、日本の方はまあロンドンで選ぶ方が多いですね。というのもちょうど現地の朝から、えー、夕方なので、ちょうど日本時間の夕方から深夜までがロンドンが一番やりやすいと。で、スタート時期は、えー、フルタイムの場合は9月、毎年9月なんですが、えー、このオンラインの場合は、えー、毎年春か秋、そう方10月。なので、これ見られてる方でちょっと興味ある方はまだ10月。 今年の10月、えー、まだ存分にチャンスがあるので、えー、ぜひ挑戦いただけと思いますと。先ほどの、あの3年前に、えー、あるとか、このオンラインビューをスタートしたと申し上げたんですけども、具体的に、夏ですね、えー、2 2万200万ベートル、な日本円だと200円以上ですね。今の数ーだとも3億円あのぐらいをまあ投資をしたと。で、これはあの、ハートの YouTube 出てると思うので、後で見ていけると思うんですが、えー、実際のマイクとかカメラとか、そういったのを全て搭載して、最新のテクノロジーを搭載して、全部のキャンパスで、 もハイブリッドでオンラインできるようにしたと。で、このコロナの時に、あの、いろんな学校、皆さん、学校閉じたとか、あの、言い方多かったんですが、あとは、むしろ学校をオープンして、こうやって、最新の設備を整えた。それが投資の効果が、まず今、えー、起きてきていると。で、具体的には今年から初めて、先ほどのグローバルのン,ラインエビアというのがあるんですが、主に3つあって、えー、まず1は、あの、そのグローバルというのとオンラインあとフレックス、すべてのニーズに応えたものに進化したと。 例えばオンラインであ皆さん今自宅で受けてる方も多いと思うので自宅で15日かのと。さらにキャンパスでも行けると。えー、夏の間。さらに年1回、後でおさえしと思うんですけども、あの、アニュアルサミットにもキャンパスに参加できると。あとは、えー、録画。ちょっとあの、この月は厳しいからライブ無理だった方は、この月は録画しますと。この月はのライブしますというのを各月で、えー、選べると。そういった柔軟性、フレキシビリティを盛りに備えたのがこのグローバルオンラインビ で、えー、先ほど申した通り、えー、今年4月初めてスタートして、非常に好評,なの好評なんですが、今年の10月、まだチャンスがと。で、あの、まああの、いろんな演ビは、皆さんあの、これからいろんな演技を見る方も多いと思うので、あのな,んじゃなんであの、アートのオンラインデを選ぶかというと、3つあって、1つが、えー、真のグローリーダー。あの、皆さん、グローバリーダー、グローリーダーというのは、もう耳たこでてきてと思うんですけども、この真のというのは大事で、英語で言うと、オーセンティック。まあ、これをすべての セメスターに必ずやってもらうと。皆さんに真のグローリになってほしいと。さらには、21世紀を求める。あの、古臭いものを教えてもしょうがないということで、ハルトは今のビジネスが求めているスキルをそのままコースに組み込むと。最後は専門性。あの、NBA を持っている人はたくさんいるので、NBA ってあの別に国内でも取れるんですけど、のみならず専門性を磨いてほしいと。で、今のビジネスにまさに変化を起こしてください。イノベーションを起こしてください。これが、あの、ハルトが、えー、打ち出している、マイゴロュート、for those made to do。つまり、実際のビジネスに 実践して、えー、変化を起こすと、そういったものを掲げている。具体的に、じゃあその内容なんですが、4つあって、先ほどの実践的なスキルが1つ目ですね。えー、この時代が求めている。あとも AI、AI と毎週のように皆さんあの、これこそニュースで見るんですが、それはもちろんハートのコースにも組み込んでいると。あとはもちろんマネジメント、デジタルスキル、えー、アナリティックスキル、テクノロジー。まあ、そういった今のが時代がスキャラクルも、えー、スキルを軽くに組み込んでいると。二つ目が、それのみならずソフトスキル。 もちろんハードスキルはやるんですが、ソフトスキルも必ず先ほどの全てのモジュールに入っていると。最初のオリエンテーションで、ね、まずそれをやっていただいて、各モジュールにリーダーシップのコースとかも必ず入っていると。で、その集大成として3つ目ですね。えー、ビジネスチャレンジ。5、えー、つモジュールがある中で、えー、その最後に皆さん毎回異なるチーム組まれて、これオンラインのどうですか。オンラインでも世界中からチーム組まれて、じゃこの企業のこの実際のプロジェクトでやってくださいというのを、何、えー、でしょう、チャレンジされると。 なので、学んで終わりじゃなくて、それをアウトプット。オンラインでも一人一人が発表する。実際にあのクラスという感じでプレゼンすると。で最後が、えー、選択科目のみならず自分がやっぱり極めたい科目。じゃあ私は金融やりたいとか、私はデータサイエンスやりたいとかいうのを選んで、その延米を専門化できると。つまり延米学部の、例えばデータサイエンス学科とか、延米学部のファイナンス学科とか、まあ、そういった延米を専門化できるで。これはさらにステムディグリー、つまり理研の科目にもできると。 でそういうのみならず、えー、昨年からですね、コーセラ、皆さん存知だ思うんですけどあの、オンラインで受ける、なんか、あの、サーティ,フィケートとか、取れるものがあるんで、それも、なんと在学中は無料でやりたい放題、えー、ハルトのこの授業に組み込めているので、ちょっと問題ないとなれば、えー、コーセラで、なんと追加のスキルも習得して、皆さんのキャリアアップに、えー、活かせると。で、具体的に、あの、ちょっと今日全ては、あの、説明する時間ないんですが、えー、これが、あの、先のいつのモジュールの内容で、 えー、合計42体。で、えー、これのみならず、夏の間は選択科目、自由に4つ選べると。で、まあ、最初は、ま、あのビジネスをゼロから最後、応用までやっていただく。えー、つまり、デザインからセールス、デリバリー、グロス、トランスフォーメーションまでやっていただくと。で、これやりきったら、もうゼロから最後のやるところまで、えー、ビジネスが学べる。そういったのを、ふうにできていると。なので、なんか、例えばビジネス枠のない方とか、方向けにも、えー、基礎ができるように。 えー、作っていると。で、皆さん、あの、気づかないと思うんですけどあの、ちょっとこのカラフルなピンクの色と、この最後の緑のところ、これは必ずライブで受けると。先ほど申し上げた、あの、真のリーダーシップ。必ず全ての文字に入っていて、それを必ずライブでやってくださいと。最後のビジネスチャレンジ。これ、これ録音とかないので、あ実際会社に、録音とか送らないので、会社にプレゼンするにはもちろんライブでやっていただく。で、それ以外のこの真ん中の黒字のところは、別にライブで受けてもいいですし、えー、皆さん自分で自習で。 えー、やってもいいと。いうので、そういったスケジュールは、あの、1年組める。のが、えー、特徴で。なので、これをまあやり切ったら、先ほど申し上げた通り、ビジネスのゼロから、えー、最後のトランスフォーメーション。じゃあ、今だと、その DX ですね。実際の企業が変えてる、えー、DX でしたトランスフォーメーションのところになってくださいと。いうのを最後までやっていただく。これが、あの、これは、あの、実はキャンパスのエンベイド同様なんですね。同様のモジュールで同様の、えー、テーマなんですが、スケジュールはちょっと違うと。 キャンパスは1年間に対して、オンラインは2年間になるというところ。で、先ほどのこのオリエンテーション、これが実は一番大事だと思っていて、あの、まずは最初のこのモジュール1入ったら、いきなり1ヶ月オリエンテーションやってくださいと。じゃあ何やるんですかというところで、その基礎、じゃあン b a で成功数に欠かせないビジネスの基礎、え知識、スキルを、えー、みっちりやっていただくと。具体的に3つあって、1つがコミュニケーションですね。えー、あとチームワーク。なので、具体的な、じゃ実際にどうやってビジネスライティングするんですかとか。 えー、プレゼンのスキルとか、えー、クリティカルシンキング、グローバルに皆さんくっちり組まれるので、そこらどうやってチームワークを発揮するかとかをまずやるとで。二つ目が、えー、実際のビジネスの基礎ですね。あ例えば、エクセル皆さん使ったことあると思うんですけども、会計とかやってこないてもいいので、会計、データ分析、テクノロジー、そういったスキルも、この一回月みっちり、その基礎を学べると。最後、あのキャリアの基礎。皆さん、エミュトを取れて、それで皆さんキャリアチェンジらア,アップに生か,かすと。 いう方だと思うので、そのプロとしてのスキル、リソース、具体的にはリンクトイ使ってこうやってやるんですよとか、こういったイベントに参加して、それでアピールしてくださいとか、そういったのをどん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 キャリアチームがもう紹介してもらうと。で、お前の方でも年、ねね、ししえー、4回、四回分はそのキャリアチームとセッションが無料で組めるというので、皆さんに一人一人キャリアコーチが積んで、えー、そういったスキルをキャ、キャラスキルをアップできると。 こ,こ,この辺りは全てこのオリエンテーションをね、まず最初やっていただく。で、まあ、あの、これだけ見られて、あの、まあでも他のオンラインの NBA もいろんな、同じようなことあるんじゃないの多いと思うので,で、学校としては、じゃあ、なぜそのハルトの中でもそのオンラインの NBA で、あの、選ぶ理由があるかというので、4つ、えー、ていて、一つがグローバルコミュニティ。まあ、ハルトは世界一、えー、インタートラジェル学校なので、それはオンラインでも変わらずに、オンラインでも世界中から集まると。 なのでそういったチームワークとか、世界中の投資、ネットワーク、そういった機会をもう日々日々得られると。そういった、あとは皆さん、あの国籍のみならず、業界ですね。本当はいろんな業界から、いろんな年齢層か来ているので、そういったネットワーク機会もオンラインでもできると。二つ目がスキルですね。まあ、先ほど言ったんですけども、実践が全てなので実践で学んでもらうと。あとリーダーシップ。必ず毎回チームが変わるので、そこでリーダーシップ発揮してもらうと。 あとはデジタルスキル。まあ、こうやって今皆さんズームで探してるのんですけど、これは、あの、もちろん当然のスキルで。それにならず、あの、オンラインでどうやってビジネスするかとかも学べる。あとはテクノロジーのスール。もちろん、Excel とかもそうなんですが、えー、実際のコンピューター言語。Python、R、SQL。ここはもう必須にやってもらうと。三つ目が柔軟なオプションですね。えー、働きながら皆さん、皆さん働く方なので、が、えー、先ほど申し上げたようにオンラインで、ちょっとこの月はライブでやりますと。この月は自主でやりますというのを毎月選べると。 で、先ほど申し上げた通り、全く同じエンベアル学位が取れる。最後、これが一番重要だと思うんですけど、あの、リレーション。こうやって皆さん、あの、ズームで参加して実際に会えてない、会ってないので、なかなかリレーションが公式できないと思っている方多いと思いますが、ハルトはそこを一番大事にして、実際の教授、あと学校、私はアドビションとか、を、そういったスクリーンを通した関係を貯めてると。まあ、具体的にはこういった週末に、じゃあ教授が、1時間オフィスアワーを設けてもらって、こうやってオンラインで参加、話せますとか、TA、ティーチングアシさんとかが、 オフィサーは設けてもらって、オンラインで質問するタイ設けますとか。すながら、あの、キャンパスでいうような感じで、そういった教授とか、学校とのリレーションがオンラインでも保てる。そこは、あの、ハートは一番大事なること。なので、まあ、この3つのもや最後のこのリレーションというのが、他のそのオンラインに見れないところではないのかなと。なので、要約すると、えー、こんな感じですね。なので、ハートの名はパートタイム。で、これは、あの、先ほど申し上げた通り、現地の e m b s とは全く異なるコースとクラスが組まれると。 で、合計42単位で、時間帯3つ。ボストンとバイロンドン。で、プログラムは、これはもう固定で26ヶ月。なので、えっと、今年4月、2し方は来年、二年後の5月6月終了。今年の秋、えー、10月にしる方は2年後の、えー、11月12月に終了。で、これは、あの、短縮できないですよ。あの、最大4年まで伸ばせると。いうのは、ちょっとあの、コースが参加できないコースがあった方とか、今年は忙しいなって方は、最大4年まで延期もできる。これが、あの、予約になってますと。 あと、詳細は、えっ、ー、と、ま、見ると、まあ、先ほど申し上げたとですね、えー、ライブかフレックスで各コースで選べる。で、このライブが、えー、全てのコース、フレックスが、えー、フレックスだった後、だいたい4割がライブ、6割が実習型になるというイメージ。で、最初のリーダーシップ、と最後のビジネスチャレンジは、必ずライブで参加。えー、合計実習します。これは、あの、まあ、先ほど私がお見せした、これですかね、えっ、ー、と、戻ると、 このカラ,カラーのピンクと緑は必ずライブなので、10週末というのは各モジュールに2週末なので、かける5で、10週末、えー、が必ずライブで受け入たと。で、それ以外は、えー、このライブがフレックスで選べると。選ライブの場合は、時間ダメ選べて、ボストン、ドバイ、ロンドン。で、必ずもう、金土日しかやらないので、他の,の時間はつかないので。じゃこの月の金土日ね、この月の金土日というの,日の,のも,もう決まってると。 で、先ほど申し上げた通り、あのー、ライブフレックスを各月で選べる。で、ライブの場合は、えー、もうこの月の金の日。この月の金の日と。毎月行われる。で、自習型のフレックスを選んだ方は、あのー、だいたい2ヶ月、2ヶ月のスパンで、じゃこのコースは2ヶ月で自分でやると。このコースはこれ2ヶ月使って自分でやるというのを選べる。で、最後の通り、学生自身で最後、各コースの1ヶ月開始までに、えー、このライブやりますとか、もしくは、 ますというのを登録すると。なので、皆さん直前までちょっとあのスケジュールが決まらない方多いと思うので、開始の1ヶ月前までに、えー、録音でやるか、レベルかを選べる。つまり、最大限挑戦が最後までできると。そういった柔軟性が、えー、できてると。で、ちょっと今私がこうやってベラベラ口頭で話しても、なんかあまり伝わっていない方多いと思うので、あの具体的に、じゃあ今年の10月スタートする方、どういった、あのー、タイムラインで。 やるんですかといいうのをあの、まあ、見ていただくと具体的に、まあ、見ると仮にですね、じゃ今年の、えー、10月スタートしますとなれば、まあ、最初のモジュールが、えー、来年の春まで、3月までやっていただく。それ終わったらモジュール2が、えー、4月から7月と。で、と最初の夏が選択科目。夏の間は自分がやりたい科目をライブで選べる。もしくは現地でも行けると。これが最初の夏が来年の夏ですね。 出てきて、で、モジュール3があって、モジュール4があって、最後、モジュール5。で、この時にも、えー、2つ目の、二回目の夏が出てくると。で、夏は、えー、選択科目なので、なんなら、あの、この1目の夏に全て取ってる方もいると。そうすると、2年も夏す必要ないので、うん、あの、だいぶ楽になるというか。もしかしたら1年も夏忙しいから、2年も夏でちょっとたくさん取ろうとか。最低4つ取ればいいので、その後でのスケジュールも自分で組めると。まあ、学校は推薦してるのは、えー、最初の夏で2つ。 この二つ目の夏で二つ、四つ取ると。がちょうどいいぐらいのスケジュールなのかなと。で、最後、それを終えると卒業式に、えー、これはキャ,各キャンパスですね。自由に行けて、サマりきると。いわゆるこれが、あの、まあ、いわゆるこの2年間の、えー、全体の流れと。いうので、じゃあ仮にですね、じゃこの最初のモジュール、10月から、えー、来年の春までどんな感じになるんですかというのも、これも出ていて。えー、具体的に見ると、まずはオリンテーションです。さ申し上げたとおり、もう一回ずつ。 オリエンがありますとで、まずリーダーシップのコースがまずありますと。で、これはあの基本的にはラ,ライブですね。ライブで時間と選んでいただいて、で、リーダーシップももちろんライブであると。で、それが終わりますと。そうすると、えー、もう2つ出てきて、2つがマーケティングが始まると。でマーケティングは、先ほど申した通り、ライブか録音で選べる。ライブの場合は1ヶ月。録音の場合は2ヶ月やっていただくと。 で同時に、えー、財務書表分析もさぞ、えー、るとで。これもライブか、えー、録音で選べる。で、これが、えー、大体4ヶ月ね。11月から2月まで。で、終わったら最後が、えー、ビジョンチャレンジ。3月に1ヶ月で。今まで学んだことを集大成として実際にライブで発表してくださいと。で、これがすべてあのライブで、なのでボストンからロンドンドバイで選べると。 <laughs> これがあの具体的な一つのモジュールの、えー、スケジュール感で,で、これを繰り返す。なので、先ほど申おっしゃったように、この一つのモジュールを2から5まで、こんな感じで、えー、繰り返す。<laughs> これがあの具体的なもうあのスケジュール出ているというので、ちょっとあの見にくいんですけど、あのー、これはあの今年入用する方、あのー、もうすべて見れるので、スケジュールが年間、来年の年間も見れるので、なのでちょっとあの スケジュール決まってないからできませんと言い訳ができないと。<laughs> あの、結構会社とかでもスケジュールどんな感じなのか聞かれて、あ、もう出てますと。もうこれの時にやりますというので、あ、じゃあこの時にミーティングがあ,あるから、ちょっとミーティングは参加できないねとかそういったのも1年先まで見えてると。なんで今年の秋スタジ方は来年のこの、えー、ビジネスチャレンジ、7月末までもスケジュールが見えてると。え大体年間先までスケジュール見るので、先ほど申し上げた通り、この月はライブでやりますと。この月は録音やりますというのを自分で組めると。 で、まあ、具体的にあの、ライブのちょっと様子、どんな感じなんですかというのね、写真があるので、まあ、こんな感じですね。まあ、ちょっとズームで、まあ、今日はあの、ウェビナーなので、皆さんの顔とか見れないんですけども、もちろん、実際に暮らスといる感じで、こうやって顔とか名前とかすべて見られると。で、これ、勤労日で録音なしと。で、今日は生ライブ。で、くだり、夜だけは皆さんチームで、ディスカッションチーム、グループ作業がメインになると。で、もちろんプレゼンとか、実際の現地のキーを招いて、ゲストスピーカーも話してもらうとか。 さながらもう教室に座ってるような感じで受けるのこのライブ。で、もちろん、あの、えー、事前事後にもちろん課題が出てくると。いうのがこのライブですね。で、その録音型、あの、どんな感じになるんですかというので、があって、これがあの、自習型なんですが、自習といっても皆さん全部自分でスキルしも自分でやるんじゃなくて、教授がこの期間でこれアサイメント出して、この期間までプレゼンやってっていうのを決めて、ちゃんとやってもらると。なので、だいたい2クですね。 こんな感じで自習型やってくださいというのを、まず最初、パートの教授がライブでキックオフ。まあ、1時間ぐらい説明してもらってで、彼らがデザインしたツール。あとはコーセラーですね。先ほども上った、無料で使える方ではなコーセラーの,のツールも存分に使えると。具体的なは動画、リーディング、クイズ、あとは課題、えー、とかもありますし、もちろんチームが全て配るので、自習型でも、だから皆さんグループで、あの、LINE というよりは WhatsApp というグループがあって、そこで皆さん、日々日々ライトリーして、一緒に課題をこなしていくと。 で、先ほど言った通り、あの、録音型でも、ベビーナーに参加できたりとか、あとは、教授とか、この TA、アシスタントのライブで質問タイムとか、毎週じゃあ、毎週この日、この時間に1年時間質問タイムを置けますとか、いうので、ま、ま、実は自習型でも、こうやって、あの、何でしょう、参加型自分でじゃあ2ヶ月やってくださいじゃなくて、もうスケジュールも決まっていて、チームも決まっていて、そういった課題も、えー、わかりやすくできるようになると。大事なのは書いてある通り、このタイムマネジメント。 自分が2か月自分の時間使うようになるので、じゃあこの時間どうやって時間作ろうかというのを、えー、皆さんのタイムマネージスキルが問われると。で、これがもう具体的なそのライブのなんか様子ですね。だいたいクラスは1クラス6名、70名で、この表示がこんな感じでもう実際にクラスにいるような感じで、一人一人の名前とか顔とか、国籍とか、もうすべてパッとわ <laughs> かるので、なんかあの皆さん、 うん、もちろん全て顔を出してあの、実際に参加して感じなので、オンラインだからといって、なんか、生生られないと。そういった環境があると。いうことですね。で、あとは、えっ、ー、と、追加で、まあ、そのスキルという面であの、学校が主に2つ、どういったスキルがあるんですかというので出しているのがあって、1つ目がそのコーセラ。これが昨年からハルトコーセラというのをスタートして、在学中はコーセラが無制限無料で使い放題と。で、これはあの、授業に含まれている。 で、先ほど申した通り、このフレックスで、あの、教授側もリソースで活用してるんですが、自分自身でもちょっと物足りないとなれば、実際のプロジェクトとか、えー、サーティフィケートとか、スキルもできると。まあ、あの、一例だと、この、例えば Excel とか、Python とか、このゴールドンマサクスを出している女性向けの、えものとか、えー、Google アイテ l y t i とか、まあ、これは一例なんですけども、えー、こういった各大学側もう使っている、そういったソースも無料で使える方うでなると。 なのであの、皆さんキャリアアップにしたいてになれば、こうやって自分がもう極めたい、極めないところをどんどん,どんどん自分でもできて、どんどん就活とかにもアピールできると。で2つ目が、えー、先ほどおっしゃったとおり、NBA の中でもそれを専門化すると。NBA を持っている方たくさんいるので、NBA プラス、あとは何ができるんですかというので、その先ほどの選択科目の中で4つのうち3つ、その同じ何でしょう、えー、同じ分野から選べば専門化できると。 例えば、マーケティングとか、えー、データサイエンス、ファイナンス、フィンテックとか、ソーシャル、アンドレイとか。これ、あくまで一例なんですが、全部で22個、あのー、例があって、その中から自分がメジャー化したいものを選べると。で、これ、全キャンパス。あのー、ハルトの全キャンパスですね。具体的には、えー、アメリカ、ユースのメアドバイ。今年らシンガポールもあるので。そこから、あの、200科目ずらーっとって。それから、あの、自分がやりた科目を選べると。で、人気なのは、例えば、最近のブロックチェーンとか。 もちろん AI とかマシンラーニング、インベストバンキングとか、えー、デジタルアナリスク。まあ、これは一例なんですが、例えば、こんな感じで、あのー、ずらーっとあって、じゃ自分はフィンテックにやったならば、じゃこの科目、フィンテック、ブロックチェーン、えー、クリプトを選ぶとか、データスになれば R、Python、えー、マシンラーニングを選ぶとか、あとは AI だとこの f ューチャーエマジテクノロジービッグ l o g とか選ぶとか、あとは DXM ならば 最後のデジタルトランスメーション。ウェブ3、データドリームを選ぶとか。これはあのマークの一覧なんですけども、自分がやりたい専門家によって選ー科目を選んで。で、それが、あの、なんとあの、卒業証書にも、NBA 学部メジャーが、なんでしょう。フィンテックにメジャーしましたとかいうのが書けるので、皆さんのスキルのアピールにもできると。はい、いうのがあって、あとはですね、えー、こちらが、先ほど申し上げた通り、夏の間あの、自分が行きたいところに行けるというので、当時から、えー、初めてシンガポール。 が夏、7月末にスタート。今で、ね、は上海だったんですけどもあの、ちょっとコロナの影響で閉じてしまったので、アジアもシンガポールに置くと。なので皆さん、あの夏の間、ちょっとあの近場に行きたいとなれば、シンガポールに受けるとか。あと、は最近ドバイも人気ですし、もちろんあのロンドン、えー、ボストン、ニューヨーク、シリコンバレーこういったところにも、現地にも参加できると。で最後が、うんと、今年からですね、初めて、あの アニロサミットというのをスタートして、あの今年はあの秋、ドバイでやるんですけども、毎年これはキャンバスが変わると。で、テーマとしては、例えばグロース、イノベーション、ネットワーク。まあ、こういった実際現地に行って、皆さんと会って、ワークショップしたりとか、実際の企業の企業訪問するとか、いうのを、えー、と毎年、えー、3日間、各キャンバスで、これはオンラインの方限定です、ね。で、皆さん集まっていただいて、参加できると。で、今年は先ほど申し上たとおりも、秋ですね。11月の17、18、19。 どこでやりますもう決まっていると。来年はボストでやりますと。で、あの毎年キャンパスが変わるんですが、オンラインの方は限定でこういったグローバルサミットにももちろん現地で参加できるようになると。で、こちらがですね、えっ、ー、と、まあ、今年、先ほどはあの、ちょっと4月にスタートして申し上げますがもうこの全世界であの実際にどういった方参加しているかデータが出ているので、見ると、まあ、あの、大体年齢層もちょっと高めですね。37歳。これ、日本人方も大体高いんですが大体7割以上がシニアレベル。 じゃあ、CEO レベルとか、えー、VP レベルとか、マネージャークラスとかいう方がもう参加していると。なので、クラス方としてい大体結構 e m b a の相当近いのがあた。いの大体12年間が平均の職務経験のやつで、えー、国籍は世界中からも145億。ほぼ全国籍からも皆さん来ていただいている。で、分かるとおりですね、業界ももうあの決まった業界はないと。上から見るともう製造業、テクノロジー、金融、ヘルスケア。 不動産、エネルギー、コンサル、え消費財、え非政府え、物流、メディア、まあ、あのこれはあのもう全業界からくまなく、なので国籍も年齢も業界もばらばらに同じクラスになってで、チーム組まれてやってくださいと、まあ、そういった環境があると。で、これはキャンパスも変わらずなんですけど、オンラインでもこういった多様性というのを、えー、一番重視していると。 で、あとは、皆さん、あの、他のオンラインとか EM とか見たるところでいますけども、その、なんか、毎年、このエコノミストという、出している、えー、統計が出しているところで ROE ですねで。具体的にどれぐらい給与上がったんですかとか。どれぐらいで、あの、投資回収できたんですかと,かとデータがあって。であとは、このお、エンビアも同じなんですけども、実はあの、オンラインエンビアでも EMA でも必ずトップ3に入っていると。まあ、具体的には、この、左の方は、この EMA ですね。えー、昨年は、サインと。コロンビア、NOA に続いてサイン。 なってますし、えー、右の方のペーバックピリオド。どれぐらい投資でそれをどれぐらい返してるのか、あと回収期間が、毎年必ず2年間、全部なんですが、えー、昨年は1.9年間と。で、あのー、まあ、他のところと比べても、その投資回収も非常に、えー、短い。つまり ROI が高いと。結構、あの、他のところは授業料高いです、こうとか、1000万ぐらいしますとか、投資回収の時間からと。3年、5年からかると思うんですが、あるとはもう必ず2年間で返してると。で、給与の上昇外も、 必ず毎年トップ3に入っていると。いうことですね。で、最後、まとめですね、えー。私からまとめると、えー、まあ、これですね。まあ、なので、スタイルは、えー、ライブクフレックス。で、最初のリーダーシップ、最後のビジュアチャレアル、え、金ンノリチのライブ。なんですが、これはあの、キのノリチュ終日、もう、あの、朝からの場面じゃなくて、このリーダーシップとビジョンチャレンジはア日ジュア3時間ぐらいなので、金曜の土日に、 西の大合計大体10時間ぐらい。なので、そこまで時間取られないと。で、えー、時間帯はボストンのドバイから選べて、期間はもうここで20億円です。で、えー、カリキュラムが先ほどの5つのコアマジュールと、4つのセナ科目を選べると。ただ、注意したのが、えー、キャンパス現地で行きたいと。ちょっとこの科目はこシンガポールで行きますのでば、現地の場合は1つにつき2000ドルの追加用がかかってくると。で、えー、もちろんグループアイムサミットも現地で参加できますと。 これがあのまとめですね。で、えっ、ー、と、結構、あの、質問に移る前に、あの、多いのが、このなんか、実際の1年生の NBA とこの2年生の,あのオンラインのど、どういったメリットで見たらいいんですかという質問が多いので、まとめたと、こんな感じですね。1年生はもう 1, 1年で、皆さん仕事を貯めてもうフルタイムで平日行くんですが、オンラインは働きながら、なので、えー、長めの26回ですと。授業料、1年生はの NBA は8万5千ドルなんですが、オンラインは半分以下。 だろとで、スケジュールはもちろん、1年生が月金に対して、オンラインの場合は、ライブが週末ビッグのみと。自習型は自分で組めると。で、スタイルはもちろん、1年生はキャンパスのみ。ただ、オンラインの場合は、自宅でもこうやってできますし、キャンパスにも行けるようになると。で、学位は、先ほどの人たち全く同じアメリカの演ビ学位が取れて、なので、オンラインとかは一切書かれないと。というのと、 あの先ほどトリプルクランンン認定校のがオンラインでも取れるとで最後は、メリットデメリットまとめたんですが、もちろん、キャンパスの場合は、現地のインターンできると。現地のビザがおりると。なので、卒業後も現地の就職できると。で、1年のみと。なので、就職できる。一方、オンラインのメリットとしては、働きながら、皆さん、仕事を辞めずに、今のキャッシュフローを取らずに、そのままンビを取れると。で、今やってることをそのまま、職務に行かせるとか。 宿場でやってることをそのままこのオンライン m b a の学び生かすとかす、ね、そういう有機的につながると。で、あとはもちろん安価で、えー、半分以下の通して、同じ学位、えー、語学力、人脈、ネットワークも同様にやられると。こういったあのメリットがあるんじゃないかなと。なんちょっと結構迷ってる方も多いと思うので、やっぱりキャンプすればいかなとか、オンラインかなというのは、この比較表ですね。やっこの最後のメリットのところを見られて、あの、決めるといいのかなと。もしくは、あの、家事さんに相談すれば、あの、本当に世の中で見られているので、的確にアドバイスを。 ると思いますで最後、私からはまとめとしては、あこれですね、えっ、ー、と、プロフィーの紹介なんですが、これはあの3年前から始まって、すでに卒業生がちらほら出てきているので、簡単に紹介したいんですが、まず EY ですね、あのビッグフォーの、あのー、コンサルファームがあると思うんですけども、そのうちの1つの EY がなんとハルトのテックエンベイというのを一緒にやりましたと。で、その EY のテックエンベイは、実は EY の方はもう無料であの取れるんですが、ハルトのエンベイが。もう2人で卒業生出てきて、日本からもう。 EY のディレクターになったとか、えー、マネージャーになったとか、そういった昇進したみたいな方も出てきていると。た <laughs> い毎年1度ぐらいこの EY テックリーというのもやっている方がいると。あとは、この赤字の方は女性の方なんですが、実際の、えー、家業ですね、ファミリービジネスをやっていて、彼女も、えー、昨年卒業したんですが、実際にもうファイナンスを任されていて、グローバルに、えー、事業を大しているとか。あとは、えー、とシンガポールの女性の起業家の方も、えー、今すぐやっていてビジネスを大しているとか。 とは、ツイッター、アマゾン、まあガーファイルの方もいますしあの、今年4月にアメリカの Google 本社の女性の方が、今、Google 本社のマーケルマネージャーやってるんですけども、えー、なんとキャリアアップしたいということで、ハルトの、えー、オンラインビューをやっていると。あとは、うん、と楽天の本社のアイロンの女性の方が、もうスタートしてすぐに転職。あの、このオンラインビューを使って、もう卒業する前から転職。外資のテクックに転職しましたとか。あとは、ドクターの方もいたりとか、最後、この、えー、生命保険会社の方がなんと、 え、卒業されて、今年から、あの、総合商社、積み商事に、あとキャリア、中途採用でキャアチェンジしましたとか。こういった、あの、日本人の方でも、このオンラインイを使って、キャリアアップキャアチェンジ、もしくは、ビジネス、自分の企業とかに、どんどん活かして活躍されてると。いうので、皆さん、あの、これを得られて、ちょっとオンラインに興味があって、あの、こういった活躍したいとなれば、ぜひ、挑戦したいと思いますと。で、えっ、ー、と、実は、あの、 新しい試みというか、あの、このオンラインで私がこうやって話してもなんか、実際に皆さんやってもらうしかないと思うので、あの学校としても、この6月9日、来週金曜日ですね、までに、えー、登録しないる方には、えっ、ー、と、まずアプリケーション費、シーズが免除になると。通常95ドルからののが免除になると、えー、無料トライアル、2週間じゃあ実際のトライアル期間があって、それで体験してくださいというのをができると。なので、あの、このちょっと、今日はあの、私10名ガらいらっしゃるんですけど、これにあの参加した方は、あのこういった特典が、 申請の免除されて、えー、トライアルにも参加できるようになると。はい、いうことで、えー、6月の9日ですね、えーと、この無料体験とか、申請の免除になりますとか。あとは、特別賞金。的限定で、このハルト DNS 賞金というのを今年の10月にスタートしている方はオファーしていて、えー、最低30ドル。最大で1万ドル。結構あの1万ドルが大きいと思うので、が、まだ出せると。 いいので、あの、これをちょっと日曜日の夜にせっかくあの皆さん参加いただいたので、こういった特典がついてくるので、ぜひ、あの、カジさんにおっしゃっていければ、あの、まだ、あの、登録間に合うと思うので。はい、よろしくお願いします。で、まあ、Q&A に移りたいんですけど、私からは、イベントとしては、あの、二つあって、一つがこの体験クラス。あの、実際に、これあさってなんですけども、これは申請書方限定であの参加できるクラスがあって、こういったゲーム理論の実際のクラスを学べますとか、ここは、 えー、これは、あの、無料で探るんですけど、あのー、来月、7月と8月に、こういった無料体験クラスとかもありますとか、いうのがありますと。うん。なので、ちょっと質問がたくさん来ているので、あのー、私、からお答え、まあ、家事なんかお伝えしたと思うんですけども、その前にですね、よくある質問が、あの、あって、まあ、それをちょっとあらかじめ、用意し学校とし緒に用意してるので、見ていくと、まず期間短縮できるんですかというのがあって、これは、あのー、できませんと。固定で26回ずつ。ただ、あの、申し上げた通り、 4年間までで伸ばすことときると続いて EMBA の学生と一緒に現地でできるか、これはできないですね。えー、ただ現地で,できるのは、先ほどの夏、5月から8月の4日か月間と、毎年の,そのアニルサミット、キャンパスでやるのにもちろん参加できると。続いて学生ローンを使えるかという質問多いんですが、えー、答えはイエスで、実際にあの学生ローンを使ってやっている方も日本人の方がいて、この政府の教育ローンですね。この春とのオンラインエビアはなんと海外留学が認められたので。 最大450万円も教育論を使えると。あと、学校が提携しているプロジ d っていう、こういった論も許可されていると。なので、あの、ちょっと、ローン使いたいといれば、こういった国の教育論も使えますと。はい、続いて、えー、仕事なので、ちょっと、ライブに参加できないという場合どう、どうすればいいんですかという質問が多いんですが、この場合ですね、もう時間の、別の時間帯に振り返るとか、あとは時間のクラスに参加するとか、それは学校も柔軟に対応してるので、ちょっとあの、すべてライブで参加できない場合でも、 こういった柔軟に振り返るとか、もしくはチームに助けてもらうとか、うん、いうことも、えー、できると。皆さん世界中からやっぱり忙しい方が来るので、格好するの分かっているので、こういった柔軟性を感じてもらていると。で、最後うんと、オンラインのキャリアサポートあるんですかと。先ほど申した通り、えー、ありますというので、実際のキャンパスを方と同じようにマイキャリというポータルにアクセスされて、そこでオンラインのイベントとか、あとはね、ね、じゃないです、ねえー。4回分、えー、キャリアコーチのセッションを無料で受けれるとか。 なので、オンラインの方でもこういったキャラアサポートと同じように受けられると。はい。ということで、私から書き出しがありましたが、えー、今日はですね、えー、主に実際のスケジュールとか、あとは特別賞金、あとはあの日本人の方の、えー、プロフィールとかも紹介のアップデートとしてご自由いただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい えー、ということでね、あの今回、ハルトのオンライン MBA についての、まあ、説明とアップデートということなんですけれども、何か質問あございますかねあれば、チャットのところにですね、質問内容いただければ、あの私と岩田さんの方で回答いたしますので。そうですね、これはあの別に名前とか顔とか出ないので、皆さん、どんなチャットで。はい いただければと思います。なんか一つ、Q、Q&A のところにあるのが、この賞金のなんか申請基準はどはありますかというのがあるんですが、このアレスのね、このハルド DNS 賞金。これは、あの、まあ、えっと、分かりやすく言うと、最低30ドル。これはもう、今回この参加していただいて、あのカイジさんから紹介した方にもつくと。で、えっと、最大1万ドルが、その方のプロフィーによって、え、学校が保護されると。もしくはその方のニーズ。 本当に本当にあのやりたいけど、ちょっとお金足りませんというなれば、もちろんサポートされると。そのあたりは、もちろんちゃんとアピールいただければ、チャンスがあるので、えっと、再生最低30ドルは、えー、保証されると。わかりましたありがとうございます。そうですね奨学金のところも、まあ、メリットとして大きいかなと思いますね。<laughs> とお一つ質問が来てますね、えー。卒業まで期間が4年まで伸びた場合に、追加費用は発生しますかという質問いただいてます。あ、ありがとうございます。これも非常にいい質問で、えー、と答えは NO で、全く追加費用は発生せずに、えー、無料に伸ばせると。ただ見てるとあの、基本的に皆さんもう2年間で終了してるんですが、どうしてもですね、ちょっと、あのー、何でしょう。どうしてもこの月いけませんとか。 ちょっと出張張りますとか。ええー、と、これですね。最大4年間まで。ええー、伸ばせるので、あのー、まあ、でも4年間見なくても基本的に2年間でやってるので。もしくは、中で三3年間と言いますけど、最長でも4年間まで伸ばせると。同じ授業で。ありがとうございます。 私の方から言っていいですかねはい、えー、っとですね、まあ、ちょっとね、えー、たまにね、いただく質問でもあるんですけども、まあ、このライブ、ボストン、ドバイ、ロンドンと選べるんですけども、これ、まあ、基本的には登録ではね、一つタイムゾーンを選ぶと思うんですけど、他のタイムゾーンに 今月はこれ、来月は、今月はロンドン、来月ドバイとか、結構、行き来はできるんですかね。<laughs> ま、あの、もう答えいや、推奨はしないんですが、できますと。例えば、あの、うん、まあ、わかりやすいと、じゃこの文字1で、えっと、じゃこのおイントロはロンドンやりましたと。ちょっと、あの、11月12、年末忙しいから、うんと、ロンドンというよりはドバイに、年末ちょっと時間あるから、ドバイだと、だいたい日本の給水化がスタートなので。 変更できるパーっそれはできるのでそこはあのできなかったら一気するとなんか学校も毎月毎月あの変更のトルクが必要なので基本的にはロン,ロンドン選んだら1年間はロンドンでなんかやったほうがお互いにとっていいのかなと、うん、ただもちろん変更はできるのでよほどの事情があれば変更してもいいのかなとそうですね一つ基本的には一つのタイムゾーンというところですねまあそのほうがねまあクラスメートの顔も同じだったりしますからいいかもしれないですよね、うん うすあのコロコロしてなんかなんでコロコロしてるのかな <laughs>、まあ、日本からの参加の場合はロンドンのタイムゾーンが一番、まあ、もちろん、ね、その人のライフスタイルによりますけどね、一番多いかなと思います。うすねまあ、なので、これ年間でも決まってるので、あの時間帯もお客さんできるので、ちょちょっとロンドン時間厳しければやっぱドバイ時間するかなとか、うん、いうのを選べるので。 このほか何か質問ございますかねえっと、Q&A のところで一つ、そのアニラサミット、具体的にどういったスケジュル何がやられるんですかっていうのが出ていて、ちょっとそこは私もそうですね、えっと、まあ、あの、一応もう日程も出ていて、もう、あの、びっしりスケジュールが出ているので、ちょっとこれはお見せできるんですけども、あちゃんとオファーもあった方には、こういったの招待され、あの、招待券があって、それを招待されて参加できるので、あの、具体的には、 実際のシティ,シティーツアーとか、セミナーとか、皆さんでワークショップするとか、あの実際の企業に行って、企業訪問でスピーカー話してもらうとか、なんかもう、存分に3日間た、たっぷりそのドバイの都市と企業と、キャンパスに、あの、実際に勉強をしていくような感じでいけるので、うん、これはあの、ぜひ、あの、今年10月の方はもちろん参加できますし、来年はボストンでやるとか、で、2年後はまた決まってないんですけど、キャンパスでやるので、そういったのをどんどん招待されるので、 先生あの、この方これおどうぞ。ああ、春との全学生が集まる感じですかね、ドバイに。あ、えっと、いやこれはオンライン型限定。毎年、あ,あの、まず、ね、えっと、これですね。えっと、このウェブラーサイン今年からスタートしたんですけど、スタートするんですけども、ええー、それぞオンラインの方の限定で、うんうん、毎年キャンパス集まっていただいて、ネットワークすると。なるほど。うん。で、あの、も、まあ、ちろん普段、なかなか会う機会も、まあオンラインだけ会うと思うんですけども、もしか夏の間、あの会えると思うんですが、えっと、もう一度に返して、 で皆さん、やっぱりあの一緒の友達、私も卒業今つながってるんですけども、オンラインでもそういった機会を与えると、なので一緒の友達ができると思うので、これはぜひ参加できると思いますと。私,私もつい先日、ハルトのドバイキャンパス訪問させていただきましてね、あのー、すごく綺麗でで、えー、いいキャンパスでしたね。で、所在地も。 インターネットシティかなインターネットシティっていう名前の場所にありましてね。いろんなテック企業とかがこういっぱいあるような、なんかそんな場所にあって、駅からも近いですしね。あのー、すごく良かったので、ぜひ体験してみるといいかなとは思いましたね。そうですね。おっしゃるた通り、あのー、まあ、今年はもうこの2回に決まってますし、あとは、あの、選択科目で夏の間、あの、ウォかズク8月の間にドバイの科目は、 なの現地にもけるのでりましたありがとうございます、はいまあ、ぜひこれもねあのー、オンラインの学生が一斉に集まると今一緒に勉強してた人と自家とね一気にコミュニケーションあネットワークうー広がると思いますからね。 すごくいい,いい企画だなと思いますのでね。あとは何かございますかね大丈夫でしょうかねえっと、質問ボックスに一つ、えっ、ー、と、この無料オンライントライアル、これですね、反応については、えー、いつまでというのは、これはあの6月9日までに、あの、プロフィールを登録申請いただければ、あのまあ申請の無事になりますし、こういった無料トライアルもできるようになると。で、2週間たっぷりあの使えるので、 うん、あのちょぜひ、これ見合た方は、ちょっとやってみたいのであれば、えー、6月9日までに、カ、え、ジ、ー、んの教えていければ、申請の免許とこの取り合ができるなると。<laughs> あとはまあこの、まあ、これに大体出てるので、そうですね、あの、モーラしてると思うんですが、なんか聞いてますかね、他に。 チャットのほうではあ。すみません、これ私の答えですね。<laughs> あ、これ、あ、あの、カイジさんのそうです、リンク。これ、これ、はい、これプロフィールを取ていただければ、あのその後、えっ、ー、と、はい、こういったエミナーところも招待するようになこと。お、ね、<laughs> ういしい。 あと大丈夫ですかねあの、うん。今日日曜日だから、結構皆さん、あの、何でしょう。時間帯も明日から仕事が始まるのかだから、うん、あの、そうそうですかね。じゃあ、あの、特になければ。まあ、なんか思いついたらまた、カイさんにあの私、私にもメールとかいただければと思うので。そうですね。はい。あのー、ご連絡いただければ、私の方で対応もしていきますので、えー、興味ある方は、ぜひね、こちらで決めていってもらうといいかなと思います。はい。 <laughs> じゃあ、ということで大丈夫ですかね。ここにじゃなければ。はい、今日はの改めて私からそうです、ね、あのお時間いただきありがとうございますはい、えー。ということで、今日はね、ハルトの、えー、岩田さんをお招きしてですね、ハルトオンライン MBA、えー、の詳細とアップデートについてお伝えいたしました。今日は皆さんご参加いただきましてありがとうございました。